はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ、ウルフェンシュタイン、続きやっていきたいと思います。誰が喋ってる？ちょっと、ここからだから、もう一回ここを敵倒さなければ。おら。まだいる。え、これ強え。まだいる。どこだ？ん？どこだ？いた。え、ちょっと別の武器。おら。あぶね。オッケー、ちょっと補給してと。まあ、あとまだなんかある。となんか今あったな。ケースタライフと回収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 。よし、これもらえますか。もう一回、そんでどこ行こうかな。てかどこ行けばいいのかな。これはなんとね、アイテム振る。と、あ、そうだ。前、こっち開いたんだっけ？と、これ、しゃがめるか、しゃがめる。で、このアンチ所みたいなところがあって。アイテムほとんどある。ここを開けます。そして戻ってくると。どうしよっかな。てかもうこれ空だし。もうなんもないのかな、ここ。ちょっとじゃあ、ジャーナルで目的確認しよう。機関砲、無力化しろ。どっかここ、あ、登れる。登れない。あ、ここか。これ走る人早すぎでしょ。あ、リロードされてない。レオリロードできねえ。アソルトライフル。暗い。あ、やべえ。オッケー。あ、なんかシングル打ちになっちゃってんな。どこで書いた？こうか、よし。マジか。なんのこっちゃ。アイテム手に入れて、なんかありそう。ライフ、なんかありそうだ。もうなんもないか。お、あ、まあ、オッケー、上行こう。ね、マルチプレイがないね。ストーリー特化のゲームだからね。こういうのも、ありじゃないかと。よし。やべ。
おう。よし。OK。で、こいつをこうか。こうか。ほら。足元壊そう。あれ？やばくね？やばくね？大丈夫か？撃て撃て撃て。もう一発。どうだ？もう一丁。うお。で、こうした。したよ。よし。拾って拾って。お、ライフ。どこで、おお。どこだ。あ、そっちか。リロード。うわ、たくさん来るな。何か他の武器あったか。弾ない。ちょっと俺グレネード。マップ見よう。だいぶ進んできあ、なんか飛ばしてきてる。これちょっとこれ取りに行きたいな。ちょっとあれ取りに行こうかな。どこだろう。ここ、あ、こっちか。んーと、ヘビーアーモン。なんだこれ。全部下げてみよう。なんだこれ。平和を望む総統が語る。ベルリン1946年7月10日。うん。なんかありそうだけど、ここ。なんかこの先になんかある。どうしたらいいんだこれ。お？今。超言いづらいけど今、勘でやったんだけど。当たりでいいのかな？エニグマコードの断片、ゲット。と、サイレンサー。ジャーナル。うんうん。お、サイレンサーオンオフ切り替えができるようになった。なるほど。武器に寄り切りか。よし、行こうか。ちょっと弾拾っとこう。さてと、えっ、超撃ってきてる、やーべ。グレネード。リロードして。まだいるか。オッケー。リロードして。拾って。と、結構、あれ？あれ？まだなんか飛ばしてきてる？どこだ、あれ。ここ開くのか。開かない。どこのことだ？あ、あそこか。と、なんかあるか？オスカーの手紙。オスカーの手紙とは。ほう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 、なるほどなるほど。なるほど。なるほど、長い。さて、ストーリーは、もういや、気にせず、どんどん敵を倒していく方向で、行こう。さて、これを、いただこう。
とりあえずこっちに、あ、こんにちは。で、こいつでどうすんですか。あれか、あれ当たってんのか、あれ。ん、何に撃たれてんだ。あ、あれか。おい、でこれ別に乗る必要ないか。上行こう。こっちは開かないよね。新しい道を切り開け。これ座れ、ん？新しい道を切り開け。ちょっと待ってよ。ここが行けないから、どっか別のところに行けってことか。ここ開かないもんな。あ、なるほど。これで、ここを、こうすると。OK。で、開きましたと。あ、待って、なんか、寸胸音する。ここなんか、ハテナマークついてるけど。なんだ？なんか落ちてる？あ、これ、これ、この辺？この辺？違う。俺ね、なんでもないか。これなんか割れそうだけど、気のせいか。いや、しゃあない、行こう。おら、おら。この先でオッケー。もらい。オープン。うお。ちょっと、おー、組まれてる、組まれてる、やばい。おい、ワンコー。え。そんな簡単に行く？マジで。いいやつだ。いいやつだ。だ、リポビタンで。今から俺たちは押し込み応答に入るぞ。ドイツ軍の中枢本部の施設や。なんだありゃ、何しに来た。ゲイス上等兵、合流します。ああ、理想に燃えた坊主か、よく来たな。歓迎するぞ。さて、知っての通り、デスヘッド親衛隊大将はすぐそこだ。くだらん泣き言は捨てちまえ。これからデスヘッドを倒し、ナチスの戦闘マシンをぶった切る。さもなきゃ、やつらの命だ。大丈夫か？いえ、涙が出て、吐き気がするんです。変ですよね。緊張だ。言う通りにしろ。四つ数える。息を吸う。四つ数える。息を吐く。落ち着いたろ。フランケンシュタインにケツをひったたかれる羽目にならんよう戦うんだ。俺たちにはできる。今度こそ俺たちは勝利する。さあ行くぞ、走れ、行け。奴らの餌食になりたいのか。これは戦争だ、散歩じゃねえんだぞ。いいチームだ、まるで親子だ。よし、ブラスカビッチ、ゲイツ、ベンソ、仕事は簡単だ。この壁を登れ、侵入して制御室を見つけ、このでかい扉を開けろ。ナチスの武器を見つけたら奪え、こっちのよりいいはずだ。残りの者たちはここから援護する。扉が開いたら全員で突入。各自上を目指し最上階で合流する。でセットを見つけ出し脳天をぶち抜く。
さあってやっていきますか。すごいなこれ。これしか使えない。お、これ敵が顔を出してくるな。リロード。さあ敵はどっから出てくる。やり、ここ、ここ。うお、うお、やばい。うお、うわ、危ねえ。よし、今2人だけかも。やったぜ。ちおい、やられてんじゃないか。大丈夫か。大丈夫か。また一人お前が殺した。あ、数えているか。死ぬのは貴様か俺か。マップわが見えないか。どう。これなんだこれ。引っ張る。戻って。で、どうしよう。どこ行けばいいんだ。ん？どこ行けばいいんだ。こっちでしょ。ここに入ればいいか。痛い。あ、痛い。ちょっと降りすぎ、降りすぎ。降りすぎちゃった。じゃあ戻るね。あ、てか体力自動回復してるっぽいな。わかんない。あ、ここさっきのとこか。違うな。特になんもないな。オープン。どうら。あれ、死んでねえ。硬いな。リロードして、いや、嫌な音がしたけど、とりあえずデスヘッドを倒しちゃいいんだな。ほら、いっとい、ほれ、ほら。はい、ちょっと動物愛護団体からお叱りが来そうだぞ。よし、うお、またお前か。どら、うわ、揺れてる。ちょっとアサルトライフル。よし。よし。うわ、マップが欲しいな。取って取って取って、しょ、なんか顔がすごいことになってるよ。なんか手に入れた。ここ登ってくるとこだもんね。ちょっと方向音痴にはきついな。こっち行こう。よし、あ、また犬。やめろ、やめろ、あ、せ。よし。ここなんだこれ。ちょ、ハンドガンにしてみよう。
ハンドガンダブル持ち。で、こいつが？デスヘッド。デスヘッドを殺せばいいと。なんかあった。さあ、近い気がするぞ。ステルスで行った方が良かったかな。いや、俺は真正面からアグレッシブに行くぜ。ぶねえ。よし。サプレッサーは結局どの武器につけてるんだ。つけれないな。ハンドガンか。ハンドガンか、やっぱ。いや、ちょっと余計に弾使っちゃった。と、ちょっと上行こう。ちょっといろんなところを散策しつつ、進んでいきたいな。やべ。よし。弾がないな。エアルにしよう。よし。ブラスコビッチ、こっちはテラスで身動きが取れない。オッケー、それだけ？どっから撃ってる？こっちか。ここに来て、チェックポイント。どこだ？下か。グレネード。ちょっと避難。ちょ、めっちゃ出てくる。オッケー。わかったよ。うお、で、敵の声がする。だいぶ来てるな。お、これをいただこう。あ、これちょっと設置しようか。ほーら。オッケー、取ろう。こっちはもうなんでもないな。よし。テラスを確保せよ。で、何を言ってんだ。設置。あ、違う違う違う、置いて。おら、撃ちまくれ。すごい、これオーバーヒートとかしないのか。よーら。あとはどうだ、あっちか。ずいぶん離
OK。違う違う。拾って。これいけるか？いけるかこれ。いける。うん。戦争にはつきもの、なんだ、なんだ、どこだ、あ、上か、閉じ込められちまって、そっちから動かせるか試してくれ。タイ、これで動かせるかもしれません。振動確保せよ。これいつを動かしての、おう、これ絶対落ちるパーティーんじゃねえの？爆撃してくるぜ。次、ブランディ、来い。ちょっと固めダメにしてるな。じゃあ次は僕の番だ。来い、ブラスコビッチ。行きまーす。うん。あ、普通に行けた。うお、オッケー。おい一体おい痛々しい音がする。足が折れた。何、足首じゃないなら大丈夫。おい、なんだこれ。うわ、おい、ハグだ。下は針だらけだ。ワイヤット、あのドアを開けられるか見てこい。なんだこれは。なんじゃこりゃ。あのコントロールボックスから出てる。なんだあれは。ちょっとみんないっぺんに喋んないでくれ。よい。なんだ。焼却炉を動かしたなら止めろ。その大変だ。おい、大丈夫か。やばいぞ、お、開いた。開かない。え、鍵、ここか。ない、違う。ここか。ない、ここか。違う。ここか。あった。開ける。早く。熱い。やばい、あの人どうすんの。おい、しっかりしろ。戦場でまさかお姫様タッグをすることになるとは。あっぶねえ。セーフ。リロード。ん？おい。ちょ、なんだ。押すか？おら。リロード。おら。オッケー。うわ、あ。うわ、え、死んでる。みんな生きてねえ。みんなは生きてねえよ。焼却炉が止まった。ドアを開ける方法はぜひともここから出たいんだが。あ、こっちからは開きません。待ってください。これサプレッサーつけとこう。外に誰かいる。誰か来ます。誰です。聞きます。
え、何？こんにちは。で、デスヘッド。え、ちょ、おい。あ、いや、彼生きてた。オーラーこの野郎。うわ、やばい。いやー。なんでこんな冷静なんだよ、こんな時に。脱がされてる。あ、デスヘッド。お前は前にあったな。あ、ちょっとね、俺前にあった記憶ないんだよ。人間は大好きだぞ。共に素晴らしいことが成し遂げられる。何をする気だ。なんだこいつ、サイコパスなのか。一人っ子、壊れてる判定された一人。ブラスコビッチ隊。え、何ですか。選んでくれないか。うわー、最低だこいつ。どちらが私の研究に役立つ標本になると思う。標本を飾るにはこの場所はふさわしくないが、君が言うなら両方を解剖しながら一日中ここに立つよ。いいことを考えた。君がどちらかを選ぶのだ。視線を向けろ。え、でこれどうしたらいいんだよ。え、決めてくれ私のために。ごめんなさい、君です。なるほど、賢い選択だ。若く美しく新鮮かつ繊細、皮下組織は完璧だ。助けてくれますよね、タイ。うわー、やめろやめろ。あ、デスヘッド、この男は俺に教えを与えた。死や苦しみなら十分見てきた、そう思っていた。だが俺は知らなかった。真の残虐性とは何かを。四つ数える、息を吸う。四つ数える、息を吐く。うわ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 。え、焼かれますよ。ダメだ。残れ。では、ごきげんよう。うわ、なんてやつだ。じゃあとりあえずチェックポイント置いたので、ちょっと絶望な絶対絶命なところにいるけど、じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。